夢を持って諦めないで地道にコツコツと自分を信じて、で周りに感謝をして頑張ってくださいと。地元が沖縄で、私がちっちゃい時ですけども、米兵の補助暴行事件があって、それをきっかけにその、弁護士という仕事を、その被害者の人の立場に立って、どういう活動ができるのかということを考えるようになった。これが一番のきっかけになってますね。ロースクール時代にエクスターンシップでお世話になった事務所の先生に勉強してもいいですよということで、一番最初に入った事務所は東京ユナイテッド法律事務所というところです。今のボスも昔から知り合いの先生なので、ちょっとお話をしたところ、立川に支店を作りますと。でその立川に、入所するということは考えられますかと、親からずっと言われてまして、人は縁であると、でその言葉を一つ一つ丁寧にやってきたところ、今のこの事務所に入れたと。共感力かなと思いますね。平たく人の話を聞けるかどうか。なぜならば依頼者の方は人それぞれですけれども、やっぱ話聞いてもらえてないと、先生お願いしてよかったと、一つ区切りがつきましたと、ありがとうございましたと言われる瞬間、依頼者が元気になって、姿を見れることが一番やりがいですね。なるほど。受験時代には請求できるできない、犯罪が成立する犯罪が成立しない、答案で書くとして責任はないわけですよ。自分の点数だけが責任なんですけども、一切実務に出ると一個一個の一人一人の人生に善かつくかつかないか、請求している金額によっては破産せざるを得ないのかどうか、そうなってくるとやはり一つ一つ一生懸命やらないと。その責任の重さというのはすごく、そうですね、勉強する前よりもやっぱ違いますね。怖さを持ってない人が弁護をやっちゃダメだと思います、ね。慎重になりますから、怖さを持つということで裏返しは慎重ですからね。個人的にはもっと刑事事件をきっちり弁護できるように、刑事弁護のスキルを磨きたいですし、またその離婚とか相続とか、これから待っているご家庭の問題、そこにはもう少し勉強していきたいなと思ってますね。